はい、本マです。えー、まずは、この天候の中、動画撮影をしている自分に、いいね、グッドボタン、していただけると嬉しく思います。本日紹介するのが、見るからに、この最強そうなダウン、ポーラーダウンパーカーをご紹介したいなと思います。はじめに言っておきますが、 えー、こちらの商品ほとんど YouTube でもレビューがありませんっていうのは使用用途がすごく限られていますメリットで言うとめちゃめちゃ暖かいこれ以上暖かいダウンはモンベルでもほぼないぐらい暖かいんですが、えー、デメリットとしてはオーバーバスペックまあほとんどの人が日常生活ではま使うことがないぐらいのスペックな商品と。 なっ,ていますなっていますがまあ興味のある方は、えー、この悪天候の中撮影している自分を面白い半分で見ていいただければと思いますこのポーラーダウンパーカーは、えー、南極観測隊や極地冒険家の意見を取り入れて作られた、まあ、高機能のダウンになります。 まず特徴としては EX ダウン800フィールドパワーのダウンがボックス構造でたっぷりと封入されておりますなのですごくずっしりしてますで重さも1 2キロぐらいあるんですけど来、まあ、た感じそんな重さは感じなくてそれよりもなんかすごい守られている感じ今もすごい吹雪いて風吹いてるんですけど風も通さないですし 保温性がすごく高い、熱が逃げないような構造になっています、まあ、このダウンの一番の大きな特徴としてはこのトンネルフードだと思いますね。今ちょっと喋りにくいんでチャック上げてますけど閉めると、まあ、こういうふうな感じで、まあ、このフードをかぶって、まあ、ゴーグルとかをしてもあの視野を確保できるように。 ちゃんと目の部分だけは見えるようにけど顔周りの、まあ、雪や風とかは防ぐようなそういった風土になっていますあとはこのポケットの量ですね、まあ、上からもこれ入りますしまあ横も入るしまあ胸ポケットもあってでなんならこの内側にもポケットが2か所あります そしてそのポケット全部大きいです。なんで今 YouTube 撮影してますけどコンパクトなミラーレスカメラとかレンズならこのポケットに全部収まるぐらいの収納力はあります。まあ、おそらくそこら辺は南極観測隊や極地冒険家の意見の取り入れられてるんだと思います。すごく多機能です。その他ではまあインナーカフですね。 でこちら以前紹介したローガンダウンでもインナーカフあったんですけどそのインナーそのローガンダウンのインナーカフよりも多分分厚い二重構造になっていると思いますめちゃめちゃ風も通しにくいですし今素手でいますけど全然暖かいです守られてますね雷が鳴ってる <laughs> やばい、ね、<laughs> あとは反射テープが背面にもついていてあと肘の部分がなんか立体裁断でなんかこう作られていて結構ずっしりしてるんですけどかなりこう動きやすいですねずっしりして温かいんですけど動きやすさも両立しているという。 はい、すごい商品です。まあ価格としては、えー、5万円ぐらい5万円ぐらいするんですけどモンベルの中でもこの上ってエクスペディションダウンワンピースっていうあの上下つなぎで、まあ、8,000m 級のなんかエベレストとかでもエベレストとかで主に使われるダウンとかになるんでそれぐらいこの商品も、まあ、南極観測隊とか ま冒険家が使うことを想定して作られたダウンなんで非常に高スペックなので結構高めな商品になります。なんですがま吹雪の中の YouTube 撮影とかは結構これ使って撮影するんですけどあの三脚と担いでもあの全然破れる感じはしないですしまあその辺の耐久性っていうのはかなりあるんでまあ10年とか何な,なら一生使うつもりで。 僕は購入しましたけど耐久性はめちゃめちゃあるんで信頼できる商品ですねすごくなんかまあ趣味でもうんまあ冬のキャンプとか写真撮影とか仕事柄こうやってじっとしなきゃいけない時とかにまあこの商品は絶大な効果を発揮すると思います、まあ、逆に冬登山とか日本の山で登る時に これを着て登るるとと必ずオーバーヒーバヒトすす思います汗だくになります。それぐらい保温性があって熱も逃げないような構造になっているので、まあ、どちらかというとまあじっとしているとか、まあ、今現在収録しているのが1月24日で、まあ、今季最強寒波が今来てましてめちゃめちゃ外は荒れてるんですけどでも。 これ、まじ風通さなくて <laughs>、今、普通にしゃべってるんですけど、寒さはそんな感じてません。めちゃめちゃあったかいですね。まあ、これ、しめちゃえば、もう、顔とかも、風ブロックできるんで、本当に、もう最強のだと思います、この段。鳥取も全然、今年、暖冬で雪なかったんですけど、今日で雪一面になりました。<laughs> 真っ白ですということで本日はこのモンベル最強ダウンポーラーダウンパーカーをご紹介しましたこの動画いいねと思った方はグッドボタンチャンネル登録の方よろしくお願いしますではまた次の動画でさようなら